こんにちは、今日のまとめをしたいと思います。今日は火曜日ですね。まず、アジアタイムで、まあ、よくあの東京オープンの寄り付き前に、落っことしてって、まあ、騙しですね。そこから上昇、そしてここの、欧州タイム直前までこうピボットラインですね、ピボットラインをかすめるようにしてタッチして、欧州の寄り付きとともにドカンとまた落としていくと、アメリカタイムですね。でもってここの、まあ、R2 近辺まで、落として終了と。今日は値幅的には 156.7 ビップスですね。なかなか、よく動いた日でしたね。なかなか、まあ、個人的にはちょっとタイミングが出しづらい、測りづらい日ではあったんですが、まあ、まあ、そんなところですね。これ今のが15分足で、4時間足で見ると、そうですね、R1 を超え、あ、これ昨日ですね。まあ、まあ、こんな感じになってると。まあ、ずっと言い続けてるんですが、まあ、このレフトショルダートップで、ここ今ライトショルダーがもうこうだんだん綺麗に形成されてきましたね。で、ここがネックラインになるんで、ここまで落ちるかどうかってとこでしょうね。まあ、ワンワンさんとかですね、他のブロガーのワンワンさんとかはもうこれ上昇するんじゃないかとか言って、まあ、書いてありますが、まあ、面白いところですね。どうなることかというかですね。で、1時間足で見るとですね、まあ、1時間足で見ると、まあ、あれですね、このやっぱり欧州の寄り付き前にピボットで跳ね返されていると。で、ここがアジアの寄り付きで、もう、こう、落っことしてきて、アジアで反発すると。アジアの寄り付きでね。これよくあるパターンです。で、R2 でサポート。っていうような感じですね。はい。そんな感じの一日でした。まあ、簡単な宣伝でもさせていただきますけれども。そうですね。今日も、アクセスがですね、もう、すごい順調で、あれですね、月収50万円さんがあとワンヒットで100ピップ超えますね。あと脱サラさんありがとうございます。スキャルンデスさんありがとうございます。それでドル円でスキャルピングさんもありがとうございます。で、この FX 初心者がデイトレで稼ぐさん、ここにもういきなり24ヒットで、リンク始めて2日目で24ヒットで本当にありがとうございます。で、F 資金もそういうもんどんどん上がってきましたね、これ。あと、バルカンさん、3万円からの FX 投資さん、とある障害者さん、ありがとうございます。ここ、ホレワンマンさん、いつも見ております。参考になります。すごく参考になります。ありがとうございます。勝ち組両者さん、ドル使いさん、ドル円をテクニカルでチャート分析さん、この人もすごくね、参考になります。いろいろありがとうございます。海外お得情報さん、コメントを残していただいてありがとうございます。あと、いろいろな方、どうも皆さんありがとうございます。まあ、あれですね、こう、まあ、いろいろありますので、よかったらまた、こちらの方ですね、一つずつポチ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 ってしていただくとですね、すごい更新のし合いがありますんでね、よろしくお願いいたします。あとですね、まあ、新しいところとしては、海外 FX ボタンですね。このビデオをですね、見てみますね。ここに eToro、それから、なんだっけ、インスタフォレックス。eToro、インスタフォレックス、あと、なんだっけ、アバか。アバ FX の、プロモーションビデオですね。ここをクリックするとですね、こう、大きく拡大して、もう一回クリックするとですね、ビデオが再生するようになる。このビデオ再生するになりますんで、こういうふうに。Welcome to eToro, the revolutionary. ちょっと音うるさいかもしれなかったですね。すいません。まあ、こんな感じでなりますんで、よかったら見てみてください。eToro、スタッフとエヴァ FX のプロモーションビデオ、ここにあります。そのところですね。以上です。終わります。ありがとうございました。